昨日発表された県の新年度予算案は、新潟が抱える課題を解消しようと幅広く予算をつけました。能登半島地震が突きつけた原発事故からの避難や、猛暑に苦しむ米農家、さらに横断歩道で止まらないドライバーなど、県予算から見える課題を今日と明日シリーズでお伝えします。車が行き交う通学路、信号機のない横断歩道で地域のボランティアが車を止め児童を誘導しています。ごめんね、はい、はよはよ。新潟県は信号機のない横断歩道での一時停止率が全国最下位の 23.2%、 歩行者がいても7割以上が止まらず、トップの長野県と大きく開きがあります。スピードは出すし、横断歩道には止まらない車が多いもんですから、それがすごく気になりますけどね。外出するのも大変なんですけど。5年前、信号機のない横断歩道で事故に遭った上野人恵さんです。車にはねられ、肋骨は4本折れ、骨盤が3箇所曲がり、今も日常生活に影響があります。ドライバーは過失運転致傷罪に問われ有罪判決を受けましたが、上野さんは相手の主張に愕然としました。供述書を見たんですけど、歩行者が車を見て止まってくれればよかったというふうに。上野さんは県や新潟市にドライバーの一時停止など運転意識の改善を求める手紙を出しました。なんとか歩けるようにはなりましたけど、その生活も一変してしまって、新潟は車社会というか車優先の社会になってると感じました。信号のない横断歩道では渡ろうとする歩行者がいる場合、必ず停止してくださいということをお願いしたいです。上野さんは歩行者がいるときは横断歩道の前で一時停止、いないときは直前で停止できるスピードで走行してほしいと呼びかけています。県は一時停止を呼びかける広報活動のため新年度予算案に600万円を盛り込みました。また新潟県は自転車に乗る人のヘルメット着用率も全国最下位です。県はヘルメットの購入や着用を呼びかける事業に1800万円を計上しました。農業にも大きな課題があります。去年夏の猛暑で県内の米作りは打撃を受けました。特に一大ブランドコシヒカリはこういうふうに二等のハンコとかついちゃいますからね、はい、例年ですと、一等なんですけれども、米の見た目の品質を表す一等米比率は 5%、 過去に例のない数字です。この等級が低くなったことで収出荷業者などに販売する価格が下がり、ほとんどの生産者は収入が減りました。胎内市で米を中心に生産する中条農産社長の佐藤隆さんです。自然に左右される農業、リスクを分散させるために季節ごとに野菜を作ったり餅の加工をしたりしています。それでも主力のコシヒカリが猛暑の影響を受け、収入は 5% ほど減りました。一等米比率の低下を消費者はどのように受け止めているのでしょうか。新潟市西区にあるイオン新潟青山店です。
前に糸を巻いてるのはちょっと、それはあまり気にしない。なんか少し白っぽい、なんか白濁してるっていうんですか、なんかはあるみたいだけど、そんなには気にしてないです。食べれば同じかなと思って。等級は気にしないという声が聞かれました。それでも近年夏の暑さが厳しさを増し、生産者の不安は尽きません。自然相手の商売なんで仕方ないんですけどね、はい。まあ、やれることはやっていこうかなと。お米一本だけに頼らない経営っていうのがこれから必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。県は AI を活用するなど異常気象に対応し安定した米の生産ができる技術の開発におよそ1940万円を当てています。また高温耐性のある新品種に作付け転換したり、稲の育ち具合を共有するシステムを作ることなどにおよそ1620万円を盛り込みました。2024年の年明けに起きた能登半島地震、最大震度6弱の揺れが県内を襲いました。さらに津波来てるわ、上上がれ。県内で31年ぶりに発表された津波警報。うわ来た。迫られた避難。今月10日、柏崎市が開いた住民との意見交換会。課題やまた問題点などを率直にお聞かせいただいて、私どもの今後の施策に反映させていただきたいと思いますので。住民が不安視するのが、割れ残りが動くと柏崎のあたりに触覚方向でまともに来るというようなことも言われていますので、その不安になっていることについてもう一度確かめてほしいなというふうに思います。佐渡沖の活断層の割れ残り、今後3メートルを超える津波が沿岸部に押し寄せる恐れがあると指摘されています。そして柏崎市特有のリスクが、放射能と、ね、その津波と一挙に持ってきたときにどうするんですかと。東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発、重大事故が起きた場合、原発からおおむね5キロ圏内の住民は即時避難、5キロから30キロ圏内の住民は被爆を防ぐためにまず屋内に退避することになっています。しかし元日の地震では県内を通る高速道路の一部区間が通行止めに。主要道路である国道8号で土砂崩れが起きるなど交通網に影響を受けました。津波警報の発表を受け、柏崎市は沿岸部の9つの地区に避難指示を出しました。車で利用した人たちが圧倒的に多かったですね。津波避難の場合は徒歩での移動が原則ですが、当時車の渋滞が起きていたといいます。自然災害と原発事故が重なる複合災害のリスク。原発のすぐそばに位置する荒浜地区、町内会長の小野俊夫さんです。原発の再稼働には賛成の立場です。ただ能登半島の被害を目の当たりにした今、不安も口にします。あのぐらいになったら避難できませんよ、うん、あの中越沖地震の時にも確かにあの道路が結構傷んだけども、あの全く通れないとかいうふうなことはなかったですね。新たなリスクも指摘されています。今回の能登半島地震を踏まえて、やはりその、まあ、屋内退避というものがそもそも成立するのか。
今までのその、まあ、減災指針というかな、それはちょっとやっぱりそういう方面の考えが少し足りなかったんではないかなという感じはいたします。最大震度7の揺れを観測した能登半島地震、石川県では6万7000棟を超える住宅が被害を受けました。主要な道路は寸断され、集落が孤立、救助活動が滞りました。県は住民の避難計画の実効性を高めるため、新年度も住民の避難訓練に予算をつけ、技術委員会で原発の安全対策について議論する考えです。原発再稼働の是非の判断を求められている花角知事、規制委員会の議論の行方を注視したいと話します。道路が分断されて、集落が孤立してしまうケースを目の当たりにする中で、まあ、不安感を持つというのは、まあ、当然なのかなと思いますね。避難の考え方については、これは規制委員会が論点整理をして議論すると言っていただいているので、ぜひしっかり論点整理をし、議論していただきたいと。県民の生活を支える県の新年度予算案、今月19日から始まる2月議会で審議されます。